大使で、ゴーベル前大臣、私はこのゴーベル前大臣とは大学の同窓生であります。そのことを日本の国民にも十分周知して徹底していただくと同時に、インドネシアの皆さんにもおそらく1000人規模で交流団がやってくるというのは今回が初めてのことだろうというふうに思っています。その成功のために今日お集まりのこのマスコミの皆さんのご理解やご協力を特に、お願いを申し上げておきたいと思います。私から最初のご挨拶は以上でございます。またご交渉のように ASEAN の中核の国として、人口で言いますと ASEAN の 40% あるいは経済規模でもですね、38% とこういう規模でございますので、日本から見ても消費市場として大変注目に値している国でございます。今回のイベントが中国のようにですね、日本とインドネシアの双方向の交流拡大が契機になるように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。ただ日本インドネシアは、この間互いにビザ免除をしました。ですからあれをお祝いのために1000人の日本人を二階先生が引いてくれて Indonesia dan Jepang mempunyai kesamaan budaya yang cukup banyak. そして Indonesia と日本は文化の面でも似た点が多くございます。Sehingga saya percaya dengan diperkuatnya hubungan kultur budaya ini akan lebih memperkuat hubungan ekonomi dan politik Indonesia Jepang ke depan.2点お願いします。1点は日本側の方にお聞きしたい、事務局にお聞きしたいんですけれども、インドネシアで具体的もう面会予定が決まっている要人がいれば、具体的なお名前あれば教えてください。じゃあ大使、今ご質問がありましたので、お願いいたします。ですから今は例えば日本の一つの問題としては工業化社会の問題ですよね。日本は技術が確かにありまして資本もあるんですが、でも工業化社会になって労働力も、少なくなって人口も減ってきて、じゃあ市場も小さくなるんです。あれどうしますか、どうしますか、将来的には。じゃあその逆にはインドネシアは工業化社会になるのか、今から30年後に、それから今から30年までは人口を増えて、そして労働力市場としても一番大きいんですが、でも日本と違ってまた資本と技術はそんなに持ってないから、だからそれぞれの足りない部分を補うためならば一番いいんじゃないかとお願いいたします。ありがとうございます。